風間新一1 0月5日から2010年11月21日は、日本の実業家、銀行家、金谷会長、活年者、鶴岡学園各理事長、省内銀行相談役等を歴任した。省内地方においては、本負けに次ぎ、鶴岡においては、最大の地主であった風間家に生まれ、省内銀行第三大頭取を務めた父である。 高衛門が救成したことに伴い家徳を継いだ。東大法学部を卒業後葬儀に入校。以降、常務取締役総務部長等を歴任。1986年には、常勤役員を退任し、家業経営に専念した。退任後には、風間グループ企業の経営指導に取り組んだほか、6年間に、渡り、鶴岡商工会議所会頭を務め。 鶴岡市や庄内地方の振興と発展にも力を尽くした。風間新一市許元庄内銀行常務47ニュース共同通信 http://www.47news.jp:/cn/201011/cn2010112601000951/html2013 年9月15日閲覧。日本金融メーカー2000年版日本金融通信社1999。1999年。更新データ株式会社編。 人事更新録更新データ2009年ありがとうございます。